どうもお疲れ様です。5月16日木曜日朝6時の相場解説になります。まあ、FX オリガルヒの皆様はね、前回の動画でもかなり見え方が広がったと思いますけども、今回この共通動画ではですね、もうちょっと待ってほしいなというところで、昨晩アメリカの方で材料が出ましたね。こちらを受けて大きく下落があったわけですけども、ちょうどテクニカル的にこの日足のチャートを見ていくとですね、移動平均線の赤にぶつかってこれから上昇し始めるところではないかなっていうふうに見ることもできます。ところがその矢先、今日朝8時50分ですけども、こちら、GDP の速報値が日本ではリリースされます。これによってですね、昨晩までの動きがまたね、誤破産になるわけですよ、こちらが。ですんでこれね、ちょっとね、9時半とか10時半ぐらいまで待たないといけないですね。これもいつも言ってることですけども、GDP の速報値が8時50分に出て影響が出るのがそれから30分後とか1時間後とかね、長い時には2時間後ぐらいになっちゃうんですよ。まあですんで、昨日のこのアメリカの材料を受けて GDP の速報値がね、どのような化学反応を起こすのかってことはしっかりと観察する必要があります。はい、そして4時間の方を見てみます。4時間はテクニカルで見ていくことができますけども、ずっと上っていったのがこの移動平均線を割ってしまいましたよね、昨日の材料で。ですので、これね、下落に入る可能性があるんですよ。当然ですけども、4時間が下落に入ってるってことは、1時間も下落に入ってると思いますので、これはしばらく、セルの方向で見ていかなくちゃいけないかなってところですね。これ強い、下落トレンドでしょ？これをまたぎってですね、ずっと上昇トレンドで順調にいっていたわけですけども、移動平均線をまたいで、今、下落トレンドにドーンと入りました。人によってはね、昨日から今朝にかけて、このセルで、この場面を売り上げに結びつけてる、利益に結びつけてる人はいると思いますけども、おおむね下落が止まりかけているところです、今。下落がね。ただ、もうちょっとしたらね、2時間ほどしたら、さっきの GDP が出るわけですから、そうなったらまた別の展開、マーケットが作られます。その時まで、しっかりと観察しなければなりません。今何かどうこうね、判断できることはないですね。はい、ということなんで、またしばらく9時ぐらいまで待ってね。で、10時とか、午前中に、作戦整えてやっていきましょう。本日もよろしくお願いします。